平野紫陽ファンの批判にさらされた平イ奈への同情。ファッション選択に関する騒動の裏にある事情を探ります。女優の平イ奈さんが2019年10月3日に放送された VS 嵐富士テレビ系に出演した際、その服装がキング、リンチェプリンス、平野紫陽さんの一部ファンから不快感を引き起こしました一部のファンは タイラユナさんの赤いボトムを平野さんのメンバーカラー、シンクを意識した匂わせ行為と受け止め、議論の敵となりました。今回の記事では、この騒動の背後にある事情や、タイラユナさんへの同情について探ってみましょう。赤い服装とファンの反応。タイラユナさんは、VS 嵐に出演し、チームの一員として番組に参加しました。 しかし、他のメンバーが黒系の服装を選んだ中、彼女だけが真っ赤なボトムを着用したことが、一部の平野さんファンに不快感をもたらしました。ネット上では以下のような声が上がりました。潮君のメンバーから意識してんの匂わせ平良優菜が赤いズボン履いてるのって匂わせ 赤を着たら叩かれることくらいわかってるはずで、しょなんで相手で一人だけ赤着点のそこまで赤貫く理由は何疑問符嵐のメンバーが赤をあしらったファッションで統一感を出していたことも、ゆうなさんが赤にこだわっているように見える原因となりました。このような反応の背後には、彼女に対する特定の期待や疑念が存在することが伺えます。 平野さんとの共演。平野紫耀さんと平イ奈さんは映画、ハニー2018年で共演しました。この青春恋愛映画は初の本格ラブストーリーとして注目を浴び、彼らの演技も高く評価されました。この共演をきっかけに一部のファンの間で二人が交際しているのではないかとの噂が広がりました。 彼らの交際の噂は、ゆうなさんのインスタグラムの投稿と、平野さんの雑誌インタビューの発言がリンクしていることから一層広まりました。例えば、講談社の女性ファッション誌、ビビー、2019年7月号で、平野さんが女性とのおデートでは、ハワイに行きたい、と語ったことがあり、その数日後にゆうなさんが、ハワイに行った、とのハッシュタグで、 パンケーキを持った写真をアップしたことがファンの注目を浴びました。こうした背景からファンはユうナさんの一挙一動に平野さんとの共通点を見出してしまう傾向があります。しかし、週刊誌などで明確な熱愛を証明する情報は出ておらず、噂だけが広がっている状況です。同情とファッションの選択。 赤い服装だけでこうした批判を受ける平優奈さんに一部のファンからは同情の声も上がっています。彼女がファッションで赤い色を好んでいることは実際にテレビ番組や映画で多くの機会で見られます。赤い色が彼女の好みであることを理解し、ファッションの自由を尊重する声も存在します。また、平優奈さんは俳優としてのキャリアを築き上げ、 彼女自身の人格やファッションセンスを表現する権利を持っています。ファッションの選択が他の人との関連性を持つことはあっても、それが匂わせ行為であると決定的に証明する根拠は不明確です。一部の平野市洋さんのファンが平良優奈さんのファッションに対して不快感を示し、匂わせ行為と非難する騒動が起こりました。 これは、平良優奈さんが平野耀さんとの共演歴や SNS の投稿を通じて交際の噂が広がっているためですが、具体的な証拠がなく噂の息を出ていません。一方で、彼女のファッションセンスや服装の選択には、彼女自身の個性や好みが反映されており、ファッションの自由を尊重するべきです。赤い服を選ぶことが匂わせ行為。 と決定的に結びつく理由ではありませんこの騒動を通じて、ファンとアーティストの関係において、適切なコミュニケーションや理解が重要であることが示されました。同時に、アーティストの個性やファッションセンスを尊重し、彼らが表現する自由を保護する必要があることも改めて強調されます。ということ